牧きサイボーグは日本の競争馬場名は冠名の牧きとロボットより進んだ改造人間を意味するサイボーグが由来となっている。デビュー以来一度も一番人気に支持されることがなかった。2004年9月20日に阪神競馬場で行われた二歳新馬戦でデビューを迎えるが9番人気で7弱だった。ちなみにこのレースには ピカレスクコートも出走しており3着となっている。続く2歳未勝利も同じく9番人気で7着だった。2005年、デビュー3戦目となった7月の3歳未勝利戦は13番人気で12着。続く8月の未勝利戦も14番人気で10着と、大敗が続いたが、9月の未勝利戦で、初の掲示板内となる4着となり、続く未勝利戦も4着だったが、10月より、 未勝利戦の志向がなくなり、500万下のレースに出走することになる。500万下初戦こそ9着だったが、続くレースを8番人気で制し、デビュー8戦目で初勝利を挙げた。2006年、巨星手術を受け、千馬となったが500万下のレースを2連敗した。そして巨星後3戦目となった10月に500万下のレースで勝利し2勝目を挙げた。 小級所選の高尾特別で9着、そして、八瀬特別を10番人気で制し、3勝目を挙げた。しかし1600万下クラス小級所選となった、オリオンステークスは9番人気で8着だった。2007年、格上挑戦で、初の重賞出走となった、日経新春杯では、6番人気で5着となり、続く、自己条件の将来ステークスで2着。 ミド筋ステークスで4着となったが、田島ステークスとワンガンステークスは11着という結果に終わった。そして迎えたカラスマステークスを5番人気で制し、ようやくオープン馬となった。オープン初戦は、第48回宝塚記念に出走登録を行うものの、当初除外の対象馬だったが、上位馬の回避があり、出走に至った。しかし GI 初挑戦となったレースでは、 17番人気で10着だった。宝塚記念後は、休養に入り、10月の京都大賞典から始動し9番人気で7着、続く、アルゼンチン共和国売は12番人気で9着と、重傷で連敗が続いていたが、12月の、ステイヤーズ・ステークスに出走し、レースでは7番人気と低評価だったが4コーナーで、先頭に立ってそのまま押し切り、重傷初勝利を挙げた。なおこの勝利は、 同レース等後制覇、亡き父にとっても3区の重賞初勝利となった。レース後の疲労が軽ければ、有馬記念に出走する見通しもあったが、結局出走せずに終わった。2008年、2年連続出走となる1月20日の日経新春杯では7番人気で14着と大敗した。その後の日経賞では7着だった。その後は1000番に解放され出走可能となった。 天皇賞を目標にしていたが、疲労が抜けきれず放牧に出された。秋初戦の京都大賞天では8着に敗れた。続く、アルゼンチン共和国売では12着に敗れた。自走は、連覇がかかった、ステイヤーズ・ステークスだったが、6着に終わった。2009年、3年連続出走となる1月18日の、日経新春杯では12番人気で9着だった。続く、日経賞では6着だった。 続く、メトロポリタンステークスでは終始後方のまま11着と、大敗した。続くメグロ記念では8着だった。2010年、1年ぶりのレースとなったメグロ記念では、中段のやや後ろを追走するも見せ場なく12着と、との負けを喫した。続く宝塚記念でも終始後方のまま人気通りの17着となり、2戦続けてのとの負けとなった。小倉記念では、中断追走も、 直線では全く伸びず14着に終わった。アルゼンチン共和国媒では、後方追走のまま、見せ場なく11着、ステイヤーズステークスでは10着だった。2011年、万葉ステークスでは先段で追走したが直線で1敗となり7着だった。その後は一度もレースに出走することなく2012年6月9日付で、競争馬登録を抹消され、巻本牧場で乗馬となる。 ありがとうございます。